セフィロートの大樹、それは世界の北の極みに立つ神秘的な力を秘めた木である。ある伝説によれば、この木は世界中の人々の心が合わさり結晶化したものであるという。そしてこの木を支配した者は世界中の人々の心を意のままにできるという。力だけでは決して支配できない人の心、その支配を可能とするこのセフィロートの大樹をめぐり、いにしえより数えきれないほどの争いが起こり、多くの血が流された。そして今またあとわずかだ、あとわずかでこのセフィロートが、そしてこの世界がわしのものとなる。We'll be right back.
Thank you.